土壌地理学とは土壌学と自然地理学との境界領域である。土壌は様々な自然景観において固有であり、またその景観の特徴ともなるものである。その事実に基づき土壌地理学は土壌と土壌生成因子と協約的にまた不可分に研究することを基本方法としている。これは土壌の形態や性質、 地理的分布の変化を環境因子の変化と関連させ、解析していく、比較地理学的方法である。人類は、農耕の経験を通じて、土の作物栽培に適する適ないや工作しやすい、しにくいなど、土に対する知識を身につけてきた。低住農耕社会において、紀元前6000年の北部メソポタミアが人類最古と言われており、その後やや遅れて、 エジプトのナイルカハンでも発展した。これらは旧石器時代末に獲物を狩りすぎたことによる生存危機にさらされた人類が数千年試行錯誤を続けた結果である。メソポタミアにおいて紀元前3000年に設計文字が登場したことで神話や経典が文字として残されるようになった。聖書には当時臨作体系が取られていたことが記載されている。 一世紀頃には古代ローマの学者コルメラによって外観による土壌分類が行われた。東洋の農耕文化は紀元前2000年頃の中国、黄河流域で生まれている。それ以前の紀元前3から4世紀には地理書が作られており、中国の土地を9つの州に分け、各州の土を色、土性、手触りの組み合わせで分類しているものが書かれている。 この土壌分類方法と地理的分布は後の日本の農所の土壌分類に影響している。18世紀になって土壌研究は科学的な形になっていった。ドイツの庭園は土壌中の有機物が植物の根から吸われ養分になっていると考える腐食栄養説を提唱している。しかしその後、スイスの科学者 NT ド・ソシュールやドイツのカルル、 シュプレンゲルによって実験的に植物の栄養は無機物であることが証明された。この無機栄養説はドイツの有機科学者リービッヒにより科学的土壌感として確立された。彼は植物は年々土壌から養分を吸収して育成する。したがって土壌から失われた成分を化学肥料として補給すれば土壌の肥沃度を維持することができると提唱しており、 これに基づいた化学肥料の生産が始まった。DB 比の土壌館は農業や農学の近代化に大きな貢献をしていると言える。野外の土壌研究は19世紀中央まで農業地質学と呼ばれ、ドイツの地質学者による土壌研究が主であった。ハウスマンは土壌の材料である岩石の岩石学的組成と風化の程度で土壌を分類した。ファローは 土壌の区分を残積度と分積度で行い、地質学的土壌分類を体系づけた。また、土壌地質学は土壌とその材料である岩石の化学組成を分析、比較し、核元素の風化による増減の調査を行ったり、植物が土壌から吸収している成分について調べたりし、土壌の生成に重要となる風化作用の解明に役立てた。 これらドイツ農業地質学は日本にも影響を与えており、1882年ドイツよりマックス・フェスカが来日し、国の事業として初めての土壌調査が行われた。ありがとうございます。